シリングスフュルストは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する所属市で、シリングスフュルスト行政共同体の本部所在地。シリングスフュルストは、フランケン兵衛自然公園内に位置する。北から時計回りに、本市は、公式には21の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。千年に、 シリングスフィルストの名前は初めて文献に記されている。ブルクベルンハイムの五領場記録にジリンスフォーストの名が記されている。1300年からシリングスフィルストは法遠堂焼けの所領となった。城は1316年にバイエルン港ルート美ヒによって破壊された。再建された城も1525年のドイツ農民戦争で焼け落ちた。 さらに三度目に築かれた城も30年戦争により1632年に破壊された。シリングスフィルストはカール・アルブレヒト高等地下の1753年から1793年に計画的な入植政策により初めての大きな発展を見た。一部の社会的に恵まれない市民を現在もシリングスフィルストの家にシェと呼ぶことがあるが、 この原因を1758年からの手工業者や、ルローミンの流入に求める説がある。しかしこれは、そうしたローカルなことではなく、南ドイツあるいは南西ドイツで悪党仲間の因果として流布していたものである。1792年には、後のフランス部隊の母体となった、イエーガー部隊が創設された。バイエルン王国及び、ビュルテンベルク王国の創設により、 方園道へバルデンブルクシリングスフィルスト公領は廃止された。シリングスフィルスト周辺の辞書はバイエルン王国に帰属した。シリングスフィルストの議会は市長を含め15議席からなる。3つの山を持つ巨視線で上下に分割。上部は赤字に銀の獅子、下部は銀字に黒の獅子シリングスフィルストの街並みシリングスフィルストはロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。 シリングスフィルストはロマンティック街道沿いに位置し、アウトバーン A7 号線にも遠くない。ありがとうございます。